エロスの祭典、加納姉妹のお姉様の加納京子です。お色組が過ぎますので、子供たちへの影響を考えて、今日は清水美智子風メイクよね。そしてこちらお待たせしました、杉本彩です。エロスの祭典、たまらないですよねエロスに大切なことはやっぱり生めかしさよね。そうでしょうか。私思いますに、ここの眉間のシワを寄せることだと思っております。あら、女王は私よね、美香さん。はい、それはどうでしょうか。一人でやってらっしゃいますけれども、女王は SM の女王といえば私でございます。ボディの貫禄が違いますわ。それはどうでしょうか。お二人ともお待ちなさい。 あなたは伝説の黒木でございます。黒木さん、本物の女王降臨でございます。お待たせいたしました。黒木さん、黒木は皆様のものでございます。さすがですよね。お黙り。さすがですわね。お下がり。女王様、私たちに足らないものって一体何なんでしょうか。それは自分を上に置いたりなどしない M の心でございます。真のエロスの女王こと自分で名乗ったりしないものなのでございます。なんて美しい言葉遣い。勉強になりました。引き下がりますよね。さようでございます。そしてエロスの城はなくなり、人々の心にエロスだけが残ったのでございました。エロスの城、カン